なんだの千葉ナンバー剣王厚木風強え飯も食ったし透明に合流します。だけってつまんねえな。本当移動だよね高速って。この辺まだ景色全然見えねえし。いやもう風強いのやんだくなろうの俺。これヘルメットすげえ汚れそうだな今日。サルゴリラチンパンジーサルゴリラ。なんなのこの風。君だこれ高速ずっとこれ危ねえわこの風。ライダー少ねえ理由分かった。御殿場で降りよう。モドスコ行くんだこれ。すげえ風だなこれ。やばいぞこれ死んでしまう。なんだこれ風強すぎんだろこれ。おー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 右から左からすげえ押される感じだこれ。これはきついぜ。静岡中止にします。おうどっちで出たらいいんだもん。これ調べてきてねえから分かんねえよこれ。すげえヘルメット汚れた。1000円で組んだ。ここまで1030円だった。さあでどこ行ったらいいんだ。どっかでナビをセットしよう。静岡まで行きたかったな。いきなりステーキいきなり混んでる。あーそっかいきなりって方言かわかんないですよね。いきなり混んでるって。あーこれ仙台弁なのかな。仙台弁だと思うんですけど訛りなんですよ。いきなりっていうのをすごくとかめちゃくちゃっていう意味で使ったりするんですよ。まあすごくが一番表現合ってるかな。すごい嫌だっていうのをいきなりやんだとか言うんですよ。え、そんな急に嫌になったのみたいな。そういう表現で使ったりするんですよ仙台は。これまっすぐ行ったら山中湖行っちゃうべや。地じゃねえんだよな行くの。山中湖まで17キロ。違うんだ。そっちじゃないんで行きたいのは。おじさん教えてくれ。一旦作戦会議。新しい道を開発してみよう。もうなあいい景色じゃん。いい景色。いい森塚交差点。12時半だ。寒くなる前に帰るぞ。ああもうヘルメット。高速。よし、なるわ。Here we go。 いい道じゃないの。ちょっと風強いけど下道ならそんなに苦にならない。怖かったさっき高速。なんか右とか左からこうなんか何かしらのこの圧力で。あれ危ないな。やっぱライダー少ない理由が分かったわ。ただの向かい風とか追い風ぐらいだったらまだバイクの場合はあれだけど横風はきついわな。初めて通っとこばっかりだなこっちは。左のような気がするんだけどな。ほら戻そうとする。左行ってみよう。こうやっていつもグーグル先生を怒らせんだよな俺。言うこと聞かないで右だっつってとこ左行ったり。下切りすずめのお宿はどこだってカセットテープ聞いてたなちっちゃい頃。カセットテープって知らねえだろうな若い人。ラジカセウォークマンテレビデオ。しかしライダー走ってねえってことはここあんま食っとこじゃねえんだろうな。なんだこれこの舞い上がってんの花粉かもしかして。そうだよな花粉だよなこれ。うわ
マジでこれシールド開けらんねえ。うわ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 、花粉じゃん。なんだこれ、花粉の森だこれ。なんだこれ、どうしと変わんねえじゃねえかよ、こんな峠。なんだこれ、まだまっすぐ抜けた、花粉の森抜けた。うわすげえ、え左なの、演習地域。うわなんつー道路だこれ、なんつー道路だこれ。おおまっ、おおこれ演習場すげえ。これ勝手に入ってモトクロスとか やってたら楽しいんだろうけど、めっちゃ怒られるんだろうな。おおこんなとこあったんだ。昔車いねえし入れねえし、あれ何あれ、電気、電気ショッカーもしかして。あいやー、なんだなんださまよってるぞ俺、富士山後ろなんだけど。いやなんだこれ、あーライダーいた。これなんだこれ、まっすぐ登ってったらどこ行くんだろうこれ。いやいいねこういう道、こういう道で練習したい。うえーこんにちは富士山、またあったね。黄色い粉が舞ってんのは花粉ですか。うわっ、これなんだこれ、なんだこれ、何すんのここで。戦争映画が撮れるぞここ。えこの周り何なんだ、自衛隊、自衛隊か、すげえ。なんだこれ、あいた隊員の人、おおなんかやってる。へえ演習場ど真ん中突き切ってるよ。まあ、このバイクでは絶対に入っていけないけどね、モタード系乗ってる人はもうよだれてんじゃねえかな、こんなとこ来たら絶対入れないけど。面白い、ここいいとこだね。おおこの演習場越しの富士山って素敵やん。こんなに広い演習場あったんだね、初めて知った。まあ、皆さんは知ってたかもしれないですけど、初めてここに来たこのインパクト、あれやべえ、俺山中湖より勝ったかもしんねえ。富士五湖よりもこっちの方が俺ちょっと興味をそそられるな。あこれガチで戦車とか演習してたらちょっと感動だな。まあそういう演習やってんのは知ってるんすけど、いかんせん俺人が多いところが嫌いなんですよ、毎回富士山来てるくせに。いやーこれ多分カメラではなかなか映ってないと思うんですけど、こうなんかあの Wi-Fi 飛んでんなじゃないですけど、あの花粉がすげえこれ、だって杉だもんなこの辺全部。あこういう道いいなこれ、車あっという間にちぎられてしまったな俺タラタラ走ってたら。おすげえすげえ、なんだこの杉花粉攻撃やべえぞこれ、やべえぞ。服とか多分すげえんだろうな、黄色い粉が。あの大正漢方一応薬をばらまいた時のような大正漢方一応薬をばらまいたことある人ってそんなにいないと思うけど、中の黄色い粉あれでも大正漢方一応薬の方がちょっとつぶつぶでっかいよね、花粉の方が細いから。おお楽しい、これは楽しい道だぞ。富士山子供の国、こっから行くの全然、もう入り口がもうすでに子供禁止みたいな入り口だったけど、いやーいやーなんかこう楽しいぞこっち、ちょっと遠いけど楽しい道見つけだなこれな。いやにしても杉だらけだなこれ。あこの辺は杉攻撃はないな、風はそうでもないな。牧場
場。おお。